ってことは、要約すると部屋の汚さとトーク力っていうのは関係ないってことか。どうなのかな。部屋が綺麗じゃなくても、トークうまい方もいれば、まあ、部屋もトークもちょっと散らかってるっていう、うん、部屋の中で汚くてもこのエリアはここでこの情報はここにあるだろうなっていうのが分かってるか分かってないかが重要かも。なるほど。ほら、から私洗面所に靴あるやん。知らねえよ。それがおかしいんや。靴はどんなにぐちゃぐちゃしてても玄関にあればいいってこと。そう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 そ
って便所、うん、なんだろう、置けばいいじゃんそれを。なんでだろうね。多分あの履き替える靴をカバンの中に入れ袋に入れて、うん、そのカバンから玄関に出さない。出して部屋に出したものがこうコン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 蹴られてって洗面所にあるんだと。まあお前の話もういいわ。あるんだと思う。そんな感じがする。じゃあ。ちょっと待ってね、なんかね、じゃあ聞きたいことを。おこれこれにそんな大してなんで私を消すの。さっき気づいたんですけど、ここにペットボトルを置くとブッキーさん消せるんですよ。ほら見て、ラボが3姉妹かっこペットボトルペットボトルから手が入る。どうもマテコです。ラボが3姉妹でーす。このね、こう、ゆりっていうところですすごいな、達夫さんと伊達子さんとペットボトルで魔法にかかったらペットボトルになるんでしょ。そうです、それっつってドンっつって。あ、そう、最近お兄ちゃん聞いてくださいよ。うちらのその動画、ラボガ三姉妹の動画がなんか急に登録者数が増え始めたんですよ。でもともとここ1ヶ月か2ヶ月で500人とか増えてて、うん、そう、すごいじゃん。そうなんですよ。で、なんでなんだろうと思って調べたら、なんかある動画が他の動画って大体平均でも200回ぐらいしか再生されない、ほんと底辺なんですけど、我々その中で群を抜いて再生数が高いものが1個だけあって、それが今19万再生、うんうん、いや、あのケツハサミ事件じゃなくて、あ、違うんですよ、あれ3000とかなんですよ、うん、あれ1万いっちゃう。で、その最も再生されてるのが温泉に行ってて、温泉に使ってダラダラ喋ってる回が、あったあったあった、そう、1個だけ群抜いて19万再生ってて、でその影響なのか、その登録者数がすごい増えてきてる状況なんですよね。まあ、YouTube よくわかんねえなと思って。わかんないね。よくわかんないんですよ。そう、初めだから、あの音声のキャプチャーだったりとかしたので、うん、なんかあの後待ちさん的なあれを求められてるんじゃないかとか、うん、変なところに貼られてるんじゃないかっていう懸念もみんなあったんですけど、うん、そんなことなく、うん、そうなんですよ、なんか2ちゃんの変なスレとかに貼られてしまったんじゃないかと思って、うん、そうだね、でめっちゃ調べたんですけど、なんかどうやらその温泉の動画ってある一定の需要があるらしくて、なるほど、それの関連動画、あの YouTube って右側にあのこういう動画みんな見てますよってところに、なんか有名な人のところの関連出てきたかなんかでつられて再生数がどんどん上がったっていう。なんでもしかしたらラボガ三姉妹温泉巡り番組に変えた方がいいかな。あと鉄道な、鉄道、あ、なるほどね。鉄道って人気あるんですか。鉄道めちゃめちゃ人気あるよ。え、鉄道どういうところがですか。ね、中央線とかじゃなくて、うん、まあ、だから近場だったら外房線とか内房線とか、その各駅停車のローカル線とかの、うん、乗り鉄とかがいるから、うん、そういうちょっと動画、あるいはもう本当温泉入ってるところじゃなくても、うん、温泉的な絵だったじゃん、絵でしたね。だからああいう絵と一緒に、もう本当に例えば電車、うん、なんかね、電車が走っているシーンをもう先頭車両で撮っといて、そこで喋ってる3人っていう形でもいいと思う。へえ、駅弁食べたい。あでもいいかも、駅弁巡り食べたい。そうそうそう、あのやっぱローカル線とかになってくると、主要駅っていうか、あの、うん、駅ごとにほら、うん、駅弁とかあったりするじゃないですか。ああいうのちょっと集めたりしたいな。なるほど、ね、例えばドライブも、うん、本当ドライブっていうよりも車種をタイトルに入れると、うん、その車に乗りたいと思ってる人は確実に調べるでしょ。あ、なるほどね。あ、それはいいわ。そういうやつだよね、多分ローカル線に、今回のその江ノ島から、まあ、このちっちゃいカメラを買ったので、うん、あの車窓、正面車窓を撮って入れてるんですよ。あ、やっぱりこれ面白いなと思って、トラ
ラックの上の正面車窓だったり、それこそ電車のね正面車窓だったり、うんうん、それだけ見たい人いるじゃないですか、うんうんうん、それだけだだ流れてるチャンネルとかもやっぱりあるし、プラスラジオっていうことですね、うん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 、そうそうそう、あの作業用 BGM がてらじゃないけども、はいはい、結構道走ってのって延々と乱れちゃう、うんうんね、意外と ね、うん、ね、そうなんだから、この温泉が意外と爆発コンテンツになるってことに気づいたんで、あれはよかった、確かに見やすいよ、1万9000だもん、あ、じゃあ19万だもん、本当に、うん、19万、そう、確かに自分に対して語りかけられてるよりは、うん、なんかちょっと実際に本当に温泉なんだけど、温泉入ってる映像があって、うん、どういう感じで喋ってるのかなって想像する面白さもあるから、うん、ああいうのはいいかもしれないね。そうなんですよ、うん、まあ、つまり人気ジャンルに乗っかればもっと再生数が増えるんじゃないかと思って。そうだね、そうなんですよ、なんかその辺ね、なんか今後のこの企画が今もう真っさらなんで、うん、いろいろ、そうなんだね、いやだからもうそれだったら人気があるものについて喋る、うん、おー、なるほど、俺らもなんかね、あまちゃんについて喋った時がものすごい反響が多かったりとか、そっから聞き始めましたっていう人も多いから、今みんなが見てるものをとりあえず語っとくとか、なるほど、うん、そう、もう世界一薄いあまちゃん論とかでもいいから薄いなーっていう、でもみんなが興味持って検索するものについて喋ってれば、うんうん、絶対それだけでも聞く人がいるから、うんうん、なるほど、なるほど、いいですね、今流行りのものに乗っかる、喋るね、今だったら、なんだろう、音に合わせて縄跳びとかそうだ、そう、そういうことですね、パーンってやって、こうやって、そうそうそう、こうやれば